本日は、九州地方で、かつてない大雨が降っておりまして、特に熊本、大分中心に、大変大きな被害が出ております。この大雨洪水のにより、お亡くなりになった皆さん、そして被害に遭われた皆さんに、お悔やみとお見舞いを申し上げる次第でございます。民主党としましても政権与党として政府と協力しながら、万全の対応をしていきたいとこのように、思っておりますので、冒頭そのことを申し述べさせていただきます。本日は両院議員総会でございます。すでに、両院議員総会の成立要件であります衆参両院議員の過半数の以上の皆さんのご出席を得て、この両院議員総会が有効に成立していることをまずご報告申し上げたいと思います。それでは、ただいまより両院議員総会を開催させていただきます。どうぞ議事進行にご協力賜りますようお願い申し上げます。まずはじめに、党役員の追加選任についてタルトコ幹事長代行よりご報告をいただきます。タルトコ幹事長代行よろしくお願いいたします。本日はご多忙のところをお集まりいただきまして誠にありがとうございます。入ってませんか？入ってますか？はい、本日はお忙しいところをお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今総会長からお話がありました。九州地方、熊本、そして大分、また四国におきましても大変大きな被害が発生をいたしております。改めましてお悔やみを申し上げ、そしてお見舞いを申し上げさせていただきたいと思います。民主党と本部といたしましても本日午後3時に豪雨対策本部、今回の豪雨災害に対しましての対策本部を開催をいたしておりまして、政府と一体となって速やかな対応をしてまいりたい考えておりますので、ご協力賜りますようよろしくお願いいたします。代表幹事長のご挨拶に先立ちまして誠に恐縮でありますが、党役員の追加選任につきましてご報告をさせていただきます。本日ご報告させていただくのは、この間の内閣改造などの関係で欠員となり、そしてすでに常任幹事会でご決定をいただき実務を担っていただいておられます3名の役員の方についてであります。高橋千明広報委員長、小林正夫企業団体対策委員長、藤原正史会計監査、この3名の方につきましてご承認いただきますようによろしくお願い申し上げます。なお本日傍聴をしていただいている先生方もおられますので、そのことも併せてご報告をしお断りをいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは今、タルトコ幹事長の方から、お三方の役員の追加について、提案がございました。皆さんのご了解をいただけるのでしたら拍手をお願い申し上げたいと思います。はい、どうもありがとうございました。それでは、ただいまご提案のお三方は正式に役員として了承されたということでございます。それでは続きまして野田代表よりご挨拶をいただきたいと思います。野田代表よろしくお願いいたします。まずは6月26日の一体改革関連法案衆議院における採決、そしてその後の状況において党が混乱をする状況となりました。また多くの残念ながら
離島者を出すような深刻な事態に至りました。衆参の同志の皆様に大変ご心配をおかけをし、お心を煩わすことになったこと、そして党員党友国民の皆様に大変ご心配をおかけをすることになったこと、民主党の代表として深くお詫びを申し上げるとともに、その責任の重さを強く感じております。そしてこの状況を踏まえて、いろいろと党内において改革をしなければならない課題も出てきたと思います。もっと風通しを良くするためにはどうしたらいいのか、政策決定のあり方はどうしたらいいのか、これについてはこの後越石幹事長からご提案もあるかと思いますが、そうした改革を皆さんと一緒に知恵を出しながら行いながら、これからも政権党としての重たい責任を果たしていきたいと考えております。また今日衆議院の予算委員会の集中審議7時間続きました。先ほど予算委員会を出てきて夕刊を見たらびっくりしました。これも多分皆様にご心配をおかけしているのではないかと思います。マニフェストの原則論、それに沿って答弁をしたつもりでございますけれども、誤解を生むような状況になったかもしれません。これから選挙に向けて、これすぐ解散するというわけではありませんが、もう向こう1年、その間には解散があるわけでございますので、衆議院選挙を睨んでの政権公約を作っていかなければなりません。それについては、すべての議員が参加をしながら、丁寧にその政権公約を作っていき、そしてその党の公認候補については、私だけではなくて、幹事長やあるいは県連のご意向も踏まえながら適正に判断をする、そういうプロセスをたどるということを改めて確認をさせていただきたいというふうに思います。さて、ずっとこの一体改革をめぐるいろいろ議論を行ってまいりましたけれども、私が皆様に申し上げてないことがあったと思っています。それはこの一体改革は待ったなしであって、どの政権であっても避けて通れないとずっと言ってきました。でも私は特に今日の予算委員会の同僚議員からの質疑などを通じて改めて再認識したことがあります。民主党の政権だから全世代対応型というチルドレンファーストの観点に立った社会保障の改革ができていると私は思います。どの政権であっても避けて通れないそのタイミングではありますが、中身は我々が政権を握っているから全世代対応型の社会保障に大きく一歩を踏み出すことができたと思っています。そこにもっと私どもは自負を持っていかなければいけないということであります。今日改めて民主党の綱領の話もご質問をいただきました。我々には98年結党当時に基本理念というものを作っています。そこには生活者主権、納税者主権、消費者主権、しっかり明記されています。この気持ちを我々は忘れずに、これまでの累次のマニフェストを作り、インデックスを作って、みんなで知恵を出してきたと私は確信をしています。社会保障を充実させ安定化させることは生活者主権の根幹に関わるテーマであります。まさにこれは民主党のアイデンティティを踏まえてもやらなければいけないこと。そして納税者主権という視点からするならば、無駄遣いを改める、歳出削減を行う、身を切る改革をやる、これも我々のアイデンティティです。一体改革をやらなければいけないからこの改革をやるんではなくて、結党以来我々は全力で取り組んできた。ましてや
国民の負担をお願いをするときには、より一層その結党以来の理念というものをしっかりやり遂げなければいけない。これは我々民主党にとっての終わりなき事業である。常にやり続ける。こういう思いを今日の同僚議員の質疑などを通じて、改めて自分なりに再整理をさせていただきました。私は昨日参議院の本会議において、ジョン・F・ケネディの弟のロバート・ケネディ司法長官の言葉を引用させていただきました。それは、理想ばかり追いかけていては、現実的に政策遂行できない。現実ばかり追いかけていては、政治に涙がない、ロマンがない、幻想なき理想主義が必要である。こういう言葉であります。我々が野党の時だったら、理想だけでいいと思います。我々が衆参ともに過半数を握る絶対的な与党だったならば、これも理想を掲げて思い切って政策展開ができます。残念ながら、今は衆参においてねじれている状況の中で、書いてあることを、誓ったことをやり遂げるためには、現実に向き合って野党の合意も得ながら前へ進めなければいけません。幻想なき理想主義、胸にしみるということを昨日参議院の法律会議で申し上げました。これが今の我々の政権党としての立ち位置、立場ではないでしょうか。これからも国民の皆様にお約束をしたこと、お約束はしてないけれども国民のためにやり遂げなければいけないこと、そのことを実現をするために、この間は心から心からと3回言ってお願いをしましたが、今日は改めて政権党としての自覚と覚悟を持って皆さんと心を合わせてこれからも仕事をしていきたいと思っております。ぜひ皆様の、今大変我が党にとっては厳しい状況でありますが、このピンチを逆に機会として本当に国民のためにきちっと仕事をする成果を出す民主党として力を合わせて頑張っていきたいと思います。どうぞ皆様のこれまで以上のご支援、ご協力を心からお願いを申し上げて、冒頭のご挨拶とさせていただきます。野田代表、どうもありがとうございました。続きまして輿石幹事長より、ご挨拶をいただきます。輿石幹事長、よろしくお願いいたします。お忙しい中急遽お集まりいただいた同僚議員の皆さんに、総理からもお励ましがありました。冒頭に、私は野田総理代表から幹事長をやってほしい、命を受けお預かりをし、それ以来党の一致結束、どんなことがあっても党は終わらない、そんな思いで皆さんと一緒にご協力を得て今日まで来ました。お話がありましたように、同志が多く党を離れた、その事実を現職に受け止め、総理以上に大きな責任があることを痛感しております。そして総理を信じていただきたい、仲間を信じていただきたい、そんな思いで今ここに立たさせていただいております。今日も衆議院では
中井予算委員長のもとに、近藤陽介さん、今井さん、後藤祐一さんが質問に立っていただきました。どの政権であっても避けて通れない歴史的課題に総理が先頭に挑戦をしていく、今お話がありました民主党だからできた終わりなき事業にこれからも力を込めて挑戦してまいります、そんな総理を支えて民主党に政権交代してよかったというそんな熱い3年前の国民の皆さんの期待に応える使命を私たちは今持っている、諦めないで頑張る、そんなことを皆さんに冒頭にお願いしたいのであります。今日少し時間をいただいて私の思いと三つの点についてご提供し答えを出していただければと思っています。一つは総理からもお話がありました、政策決定システムの不備という点は今日参加していただいております北田倫理委員長からも付帯意見としてご提起もされております。そのことについてもきっと皆さんと議論をしていかなければならない。その前に今民主党は崖っぷちであります。衆議院では国民新党の皆さんに力を借りてかろうじて安定多数というかを維持している、参議院を舞台に移せばあと5名仲間が去れば第一党を自民党にお返ししなければならない、議長も議員委員長も渡すという状況で政権は維持できません。そこまで来ていることを、党の危機をこの議員両院議員総会で政府も党もなく同じ危機感を共有していただきたいというのが今日開催させていただいた最大の両院議員総会の目的でもあるという認識をまず抱いていただきたいと思っております。この政策決定システム、私どもはこのことについて政策決定手続きに関する検討委員会というのを近日中に立ち上げたいと思っております。この政策決定手続きの改善について検討をしていくわけですけれども、この問題は一番大事な問題ということで、あらゆる機会にすべての皆さんにご意見を聞く場を作りながら進めてまいりたいと思っております。しかしながらあまり時間は限られません。限られた時間の中で皆さんのより多くのご意見を集約してまいりたいと思っているわけであります。あと2点お願いしたい点があります。昨日参議院では衆議院を先んじて選対本部を立ち上げました。なぜ参議院が先なのか、衆議院の方が先でやるはずではないのか。しかし先ほどの同志の皆さんが出て行かれた
それ後のいろんな手続きもあります。そういうものを勘案をしながら一歩先んじて参議院で対策選対本部を立ち上げさせていただいたことをご理解いただければと思います。皆さん、今日7月12日、5年前の7月12日を思い出してほしいのであります。逆転の夏、それを合言葉に、今日7月12日、29日の投票日を目指して、今日から5年前、あの参議院選がスタートした日でもあります。そして3年前に政権交代の夏、衆議院勝利をして3年が経ったという経過であります。こういう中にあって衆参ともに早く空白の扱いについてきちんと都道府県連とも相談をしながら方針を出さなければなりません。そのことについては明日の全国幹事長会談で選対委員長から一定の方針を出す予定であります。もう一点、出ていった皆さんの新しい党名が国民の生活が第一という命名されました。私どものマニフェストにも国民の生活が第一は生き続けているわけですけれども、国民の皆さんからこの名称をめぐって混乱も招きかねない、そういう状況の中で私たちは新たな民主党のスタート、代表を先頭に国民の皆さんの期待に応えていくという意味合いから新しいキャッチフレーズを作っていきたい、そういう点での作業チームもすぐに検討してまいりたいと思います。これも皆さんから、また全国の県連の皆さんからも応募をするという形で作業を進めてまいりたいと思っております。最後になります。総理が、代表が先ほど予算委員会で必死で答弁をしている夕刊を見たら、自分の考えと違うものがバッと報道されている、こういう状況を今一斉にマスコミのテレビが私に集中していただいている、このことを全国に放送していただきたい、新聞の活字にしていただきたいと思うことがあるわけであります。私も憤慨に耐えません。2、3日前のある新聞の一面トップニュースは、 TPP 参加8月、複数の政府関係者によるとという記事が躍りました。今日それを古川大臣は全くの事実関係はありません、予算委員会で明確に指定をしていただきました。こうした誤報やそうした問題に私たちがややもすると混乱を起こす原因にもなっていると思うのであります。そうしたマスコミ報道に惑わされることなく、翻弄されることなく、総理を信じ、大臣を信じ、仲間を信じてほしい。それなくして日本の政治は良くならない、そんな憤りを感じているのは私一人ではないと信じております。しかし政権与党としてもう
他を批判したり言い訳は通用しません。そこからは国民の信頼は戻ってこないということも事実であります。従いましてこの後の議論をいただき、新しい民主党の出発として落ち着いた政治を一日も早く取り戻し、5000キロ離れたアラスカに日本の大震災の漂流物が届いていくという、全世界が注目しているこの東日本の大震災、原発再稼働に伴うエネルギー問題、そして社会保障と税の一体改革という、この三つの大きな山を私たちは越えていかなければなりません。その山の向こうに必ず国民の信頼も私たちのチャンスも夢もそこに出てくる。子どもたちの日本の明日に希望を持ってもらえる、その政権を維持するのは私たちしかいない。そんなことを固く信じながら皆さんと一緒に私たち執行も精一杯頑張らせていただくことをお誓いを申し上げ、私からのお願いの挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。はい、越井幹事長ありがとうございました。それでは、これ以降ご発言がありましたらお受けしたいと思います。ご発言の際はお名前をお願い申し上げたいと思います。また答弁の方はいくつかのご質問をお受けした後、お答えをさせていただきたいと思います。それではどうぞ。はいはい、じゃあ宮崎さんどうぞ。衆議院議員の宮崎武史でございます。今回この場にはおりますが、発言をする権利がないという方々がいらっしゃいますので、その思いも受けながら一つ伺いたいと思います。今回50人を超える同志が我が党から離党をする、あるいは除名をされるということになりました。このことについて総理はいかような責任を感じておられるのか、先ほどのお話の中では十分伝わりませんでしたので伺いたいというふうに思います。今回の政局においては、私は総理がこの政策を利用して権力闘争を仕掛けたような面があるのではないかと思わざるを得ません。50人以上の同志がいなくなったということは重大なことであります。それは単なる50人の国会議員がいなくなったというだけではなくて、その背後には数万人の党員サポーターと数百万人のそこに投票してくれた有権者、そういった方々がいるということだと思います。大変失礼なことを申し上げているということは重々承知はしておりますけれども、今回このような事態を招来したことについて総理が思いとしてどのような思いを持っていらっしゃるのか、思いとして私はここで責任取りを言ってなりませんよ、思いとして今回いろんな複雑な思いをした方にきちんと伝わるようにお伝えをください。以上です。はい、他にご質問ございますか。はい、福田さんどうぞ。
衆議院議員の福田でございます。私、質問というよりは、野田総理にお願いをしたいと思います。それはですね、先ほど輿石幹事長からも、今、党の危機だと、危機的な状況にあるというお話がございました。それはまさにその通りだと思います。そうしたその危機的な状況に陥れたのは、野田総理本人であります。そこで、先ほどもありましたけれども、マスコミだけではありません。もう野田政権を潰せというのは官僚の動きにもそれはよく感じます。ですから本当にですね、今回の状況が危機的な状況を作ってしまったわけでありますが、そこでお願いがありますのは、私はですね、ぜひ野田総理には消費税法案、特例公債法案など今国会での重要法案を仕上げたら、ぜひですね、次は後進に道を譲って9月の代表選には立候補しないと、ぜひですね、そういうことを考えていただきたい。もちろん今日は答えはいりません。私のお願いですから、9月の8日の会期末までぜひよくよく考えていただいてお答えを出していただきたい。私からのこれはお願いでございます、失礼でも何でもありませんで、お願いでございます。それが民主党をもう一回しっかりと団結させる方向に私は向かっていくと、そのように考えております。お願いでございます。はい、他にご発言ございませんか。船山さん、はい、どうぞ。参議院議員の船山康江でございます。野田総理に質問があります。衆議院で社保税一体改革の採決があった翌日、参議院で議員総会がありました。その議員総会、当初の予定が1時間と予定をされていたんですけれども、大事なお客様が来られるということで当初の予定が半分になり30分で切り上げられました。大事なお客様ならということでしたけれども、翌日、首相動静を見させていただきましたら、同じ民主党党内の、当選1回の、数人、11人と聞いておりますけれども、11人からの総理への面談要請でありました。私は総理が、党内のそういった陳情要請に対しては何をおいても常に最優先で対応されているというんであれば納得もいきますけれども、果たしてそうなんでしょうか。実は、この要請というのは翌日、前日の採決を受けての要請だと思いますので、少なくとも前日にアポが入ったと思います。一方で私は、原発、PT に所属の、事務局におりますけれども、この原発の再稼働の関係で何度か総理官邸に陳情を申し入れたことがございます。数日前に申し入れたにもかかわらず一度も総理にはお会いできておりません。再稼働の、慎重にすべしという署名、123名の署名を持ってお願いに出かけたときには副官房長官のみに、お会いできたということでありまして、その後これだけの多くの人数の署名にもかかわらず何ら返答もなく何ら対応もなかった、そういった状況の中で私はこの11人の要請に関しては参議院の議員総会を短く切り上げてでもお会いし あったということの非常にこのアンバランスさを、禁じ得ません。しかもこの内容は先ほど輿石幹事長から仲間を信じてほしいというお言葉がありましたけれども、仲間を助けてくれとか仲間を信じましょうということではなくて、仲間の処分を重くしてくれというこういう要請を持っていったということも聞こえてきております。私は一つは参議院の軽視につながるのではないかということ、そしてこの一部の本当11人の議員には会うけれども、その他非常に重たい原発の問題に対する要請は一度もお会いいただいていないという、このアンバランスさも非常に腑に落ちません。ぜひ総理にその辺の、それに対する、お答えをいただきたいと思います。
はい、じゃあ梶原さんどうぞ。衆議院議員の梶原康弘です。先ほど宮崎さんから50人が離党したことに対する、総理の お考えお気持ちを、聞いたということでありますが、私はマニフェストのことについて聞きたいと思います。3年前私たちはマニフェストを掲げて、衆議院選挙で、政権交代を果たした。国民に対してマニフェスト、これは国民に対する約束であったというふうに思います。社会保障と税の一体改革で確かに三党協議、相手があったとは思います。しかしそういう中で私たちが基本にしてきた社会保障を次々と看板を下ろしたと、少なくとも私は国民がそう見てるんじゃないかというふうに思います。そのことに対して総理としてもう一度その気持ちをですね、マニフェストについて看板を下ろしていると言われていることに対してもう一度その気持ちをしっかりと伝えていただきたいというふうに思います。もうちょっと続けますか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ谷岡さんどうぞ。参議院の谷岡でございます。ご苦労様です。総理にお聞きをしたいことがあります。私はマニフェスト至上主義者でもありませんし、マニフェストについては本当に野党の時には分からなかったことで、できると思ったことで変えなきゃいけないこともいくつもあると思っております。マニフェスト絶対主義は取りません。しかし一方で2009年の選挙というのを私たちが叫び続けた言葉は政権交代であったと思っております。この政権交代というのはなぜ出てきたか、なぜ私たちはそのために頑張ったのかといえば、それは自公政権、それが作ってきた格差というものを私たちが許せなかったからであり、そして自公政権がやってきたいわば癒着の構造であり、いわば経済界を中心として大企業を中心としたそういう社会というものに対して私たちが思いがあったからだというふうに思っております。しかし今実質的にこれは社保庁等の税と社会保障の一体化だけの問題で私はないと思っているんです。この間の規制委員会の法案にしましても、私たち自身が国会に全員一致で作ったその自己調の報告がもうすぐに出るということが明らかであって、しかも会期延長が明らかであるという状況においても、やはりその三党合意といったものが優先されるということの中で、実は本来待つべき自己調の報告を待たないで参議院も採決されました。3日連続という大変その困難な日程の中で私たちが見落とした重要な部分もあったというふうに思っております。この今の状況というのは実質連立になっているんじゃないでしょうか。自民公が決めることができれば、あとは他の党の意見を無視していいというのは本来の国会のありようなんでしょうか。これは私はやっぱり違うんじゃないかというふうに思うんです。でこの中で本当に自公と数合わせをすることができれば何でも進めていいというのは私たちの政権交代の旗を下ろしたということにはならないんでしょうか。そのことをぜひ野田総理に説明をお願いいたします。はい、じゃあ田代さん。はい、どうぞ。参議院議員の田代かおるです。よろしくお願いいたします。端的に2点ほどご質問させていただきます。1点目は、参議院において、社会保障と税の一体改革3党の修正法案をですね、議論を尽くせば変わるその可能性はあるんでしょうかないんでしょうか。それが1点です。2点目、
総理は、まあ、報道によればですけれども、集団的自衛権の行使に関して、解釈を踏み込んでしていくような、かのような報道がありました。私は議員の数だけ、集団的自衛権についての価値観というのは多々あるというふうに思いますし、憲法に関する関わることですから、これを拙速にいろいろとですね、アドバルーンを上げてそこに向かって議論を進めていくなどというそういう進め方をしないでいただきたいと、しっかりとじっくりと党内での十分な議論をしていただきたいと、そのように思います。以上2点です。よろしくお願いいたします。はい、それでは小川さんどうぞ。参議院の大河原雅子です。越石幹事長にお願いします。国民の生活第一というあのフレーズは私は私たちもずっと大事にしてきました。党を離れられた方たちがお使いになるということで、私たちが遠慮する必要はないというふうに思っています。新しいフレーズを作ることはもちろんやぶさかではありません。しかし私たちはそのことを大事にするからこそ困難な議論もしてきましたし、いろいろと細かな、議論でも積み上げをして、だからこそ社会保障と税の一体改革でも、厚労部門の中で積み上げてきた議論が本当に国民のために、積み上げてきたものをやはり三党合意という中でどれだけ実現できているのか。そしてまた私は原発のこともそうです。 TPP のこともそうです。原発事故収束 PT のこの1年間の議論の濃さ、中身の、高さ、レベルの高さ、そういうことをもってしてもですね、今回の再稼働について、本当に納得のいくというところにはいきませんでした。政府が決めることを私たちは、否定ばかりするというよりはむしろ後押しをしたい、それが本来の与党だと思います。でもそのことがなかなかこれまでの議論が積み上げられたことが政府に理解されてないんじゃないか、その不信感の方が大きくなってしまっては元も子もないと思うんです。私は総理が今田代さんおっしゃいましたけれども、総理になられてから自分の政治的な課題、自分が大事にしていること3点あるというふうに新聞報道されていましたが、その3点は私にも関心はありますが、それをマイナスの方向に進められては困るなと。一つ一つの政策課題について党内で丁寧に議論をするという、そして決定に至る、その政府の決定について大きな反対を与党が持つときには、そのことはやはりそのまま進められるものとは思えないんです。国民の生活を代表に一任をする、そういう党では私たちの党はありませんから、本来の民主党の自由活発な議論の上に国民のために本当の意味での新しい国を作る、そういう気概をぜひ示していただきたいし、党を離れられた方たちにもそのことをもってして誤ったなと、戻りたいなと、一緒にやれる部分がまだまだあるんだということが思えるようなですね、ことをぜひ私たちは姿勢として見せていかなきゃいけないんじゃないかと思います。越石幹事長は本当にご苦労されていると思うんですが、国民の生活第一という看板は、むしろ私たちちゃんと残っているということもお示しいただきたいと思います。すいません、ちょっと意見表明になりました。はい、それじゃあどうぞ。衆議院議員の峯吉直でございます。発言の時間をいただいてありがとうございます。私は税と社会保障の一体改革の採決にあたっては、大変問題意識を持って、そしてまた反対を唱えたり慎重な意見を言われる方々の声に私はかなり共感をいたしておりました。しかし臨時の代議士会の中で
総理の方から表明がありました、マニフェストを守る、そして身を切る覚悟を含めて政治改革、行政改革をやりきる、そして私を信じてほしい、執行部を信じてほしいというお言葉を発せられました。私は総理を信じてみようというそういう思いで賛成票を投じさせていただきました。しかしその後、本当に国民の暮らし、それを見つめた政治になっているのかというのを今疑念を持ち始めています。一つは原発の再稼働の問題、そしてオスプレイの配備の問題、さらには集団的自衛権の問題、先ほどご意見ございました TPP の問題は越井幹事長の方からご説明がございました。このようなですね、少し国民の暮らしと全く離れたような議論を投げかけていく、そして肝心の問題が置き去りにされていくのではないかという、やはり疑念を持たざるを得ないという状況です。しっかりとやはり進めていただくという決意をですね、一つは示していただきたいというふうに思います。さらにもう一点、今回のやる政策決定のシステムの問題について越井幹事長の方からお話がございました。大変な不備があるというふうに私も思っています。しかしそういった不備がある中で、少なくとも党内民主主義をどう貫くかという、そういう努力がどこまでされたのか、そこのところに私は大きな疑問を抱いています。そういう意味では大きな責任を感じている、重い責任を感じていると、先ほど総理の方から表明があったわけですけれども、ここは私はその担当であられた前原政調会長、将来を嘱望される大変素晴らしい政治家で尊敬をさせていただいておりますが、ここはあれだけの党内の混乱が起こった、その責任を私は取られるべきではないかなと、私はそのことを申し上げさせていただいて発言を終わります。はい、じゃあ山口さんどうぞ。衆議院議員の山口と申します。いろんな意見があって、まあ、いろんな発言があって、だから民主党なんだなというふうにずっと思ってまいりました。いろんな意見を発言する場として両議院総会というものがあるんだと思います。いろんな意見があるからこそ民主党は一番バランスが取れている党だと思っています。ですから収束を図る方法として、決議にはできないかもしれませんけれども、発言する機会が皆さんにもしあったらば、それは最も民主党らしい場なんではないかなと自分は思います。この場にいない方がたくさんおります。そういった方々も発言できるような機会を設けていただければ、民主党は立派な党だなというふうにも思います。どうぞよろしく心からお願いいたします。はい、じゃあ須藤さんどうぞ。衆議院議員の須藤信彦です。やはり、今回の大きな問題が民主党の内閣における、意思決定のメカニズムに問題がある。そして、政権与党ですけれども、政府の意思と、そして党の意思とはもうかなり乖離しているということは、問題があるということはもう共通の認識だと思います。その結果、私たちはもう50名の、もう本当に私たちの同志を失うことになり、また国民からいただいた非常に大きな安定した勢力というものが今揺らぐようになってしまいました。そこで明日からそういうことで、
その意思決定のメカニズムを作り出すということでございますけれども、それは本当に好ましいことです。でそれはやっぱり2つ約束をお願いしたいんですよね。やはり1つはやっぱり50名ものこの同志がいなくなったことの責任はどなたか取っていただきたいと。これはやはり それが組織ですから、やっぱりこんなことが勝手に50人がですね、自分勝手に抜けていったんではなくて、やっぱり原因があって結果があるんですから、その原因と結果の中において責任のある方はですね、やはり責任を取っていただきたいというのが第一点です。第二点は、これから新しいそのメカニズムを作るというなら、その担当者はですね、その責任者はですね、やっぱり新しい人を選んでくださいよ。もうこの党の悪いところはですね、いつもですね、毎回同じ人間がですね、もう回転ドアのようにですね、ぐる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 やって出たり入ったり出たり入ったりして、結局ですね、どんな委員会や部会をやってもですね、結局機能しないということが分かって、みんな人が来なくなってしまう。そして一人一人一人ですよ。ですからこういうやり方やめて、本当に民主党ならばですね、やっぱりみんないろんな議論を持ち寄って、本当にその議論の中から結論が湧き上がってくるような、そういう形をですね、ぜひですね、人事的にも作っていただきたい。これはもうぜひお願いして、したいと思います。これができなかったら民主党の再生の道はございません。それでは一通り意見出ましたので、はい、じゃあお一人、はい、どうぞ。じゃあ お時間をいただきましてありがとうございます。衆議院議員の斉藤進でございます。私がぜひ、お願いしたいことは一点でございます。ぜひ国民に対してビジョンを示していただきたいということでございます。今回の社会保障と税の一体改革についても増税のことばかりが強調されてまいりまして、私も地元を歩いておりますと増税の話しかお伺いすることができません。私は厚生労働委員会ですので、今回の一体改革によってどういった方が助かるのかということも詳細をお話しさせていただきますとご理解をいただくことができるんですけれども、ほとんどの方がお分かりになっていません。どれぐらい負担が上がるとか、そういった話でもう民主党を信頼できないというようなところに話がいってしまうことが多々ございます。そしてもう一つは原発の話でございます。これだけの多くの数万人の方が官邸を毎週末、金曜日の夜取り囲んでおります。ぜひ原発につきましても、これだけの大きな事故が起こった以上は、政権与党として今後どうするのかというビジョンをしっかりと国民に示さなければ、誰もこの国の電力行政なりエネルギー調達なりを安心して見ていることはできないというふうに感じております。社会保障と原発についての、私はもちろん脱原発でございますけれども、そのビジョンをしっかりと、政治家ですから首相の責任でもって、政権の責任でもって、全国民に示していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは、執行部の方からお答えいただけますか。まず幹事長、はい、お願いします。大変貴重なご意見をたくさんいただきまして、一つ一つ答えるのもどうかと思います。かなり重なったご意見が多かったというふうに思います。私の方からは、今最後の斉藤さん、原発新しいエネルギーというのビジョンを、社会保障のビジョンを、だからこそ新たな民主党のスタートとして、私たちは今マニフェスト検証委員会でできること、できないこと、やったこと、やれなかったこと、進行中のもの、そういう分析もしながら新たなビジョンに向けて新たな提案をしていくという作業も今進めているところだというふうにご理解をいただきたいと思います。あと大河原さんと須藤さんのご質問には答えていかなければ
ならないと思いますので、それに触れさせていただきます。大川さんの方から、私たちはもう5年前参議院選挙についても触れさせていただきました。国民の生活が第一、政治を変える、それを合言葉に国民の皆さんもそれに応えていただいた、その一番政権交代の原点ともいえる国民の生活が第一というキャッチフレーズを出ていかれた人たちに取られてしまったのか、それを黙ってあんたは手渡すのか、文句一つ言えないのか、そういうご指摘かもしれません。まあそういう意味ではないと言われていますので、私は大川さんと共有するところは、その理念や熱い思いは何ら変わっていない。しかし相手がと言っちゃ失礼ですけれども、それを使ってしまった以上は混乱を招くばかりであろう。じゃあ裁判でもするかと、これもあまりいい方法ではない、稚拙と言われてしまうかもしれない。だからこそここは我々が大きく構えて、新しいキャッチフレーズで皆さんの意思決心をしてまいりたい、そんなふうに、またその過程でいろいろご意見をお聞かせいただきたい。須藤さんにも同じことを申し上げたいと思います。政策決定のシステムをあらゆる機会で同じ人が順に出てきたり入ったりして、繰り返して新しいものが作れるのかと、そういうご指摘、そうであったらこういう人間の構成で、人たちの構成で作ったらどうだという提案もぜひいただきたい、そういう機会を作ってまいりたいということを先ほど申し上げたわけであります。その他の件について、私自身も最後に、総理以上に責任は感じておりますということも申し上げました。須藤さんから言われたことも肝に銘じて、これからも対応してまいりたいと思っております。以上です。それでは、野田総理よろしいでしょうか。私には複数の方からいろいろご質問ございました。まず宮崎さんからの話ですが、重たい責任の話です。でこれはやっぱり50人いろいろご縁があって、一緒に汗かいてきて、私もいろんな意味でサポートしていただいた方もいますし、私も選挙を応援に行った人たちもいっぱいいます。非常にこの50人が離れたことについては重い責任を感じています。その重さをどう表現していいか、それは分かりません、分かりませんが、痛恨の極みだと思っています。権力闘争的に捉えていらっしゃいました。それは違います、それは違います。この議論が始まったのは一昨年の暮れからです。社会保障と税の一体改革、そして政案を作る、素案を作る段取りがありました。これは真面目な時間をかけた熟議を重ねての政策論議だったと思います。権力闘争では私はなかったと思っています。そこはぜひご理解いただければいけないんじゃないでしょうか。それから舟山さんからのご指摘で、参議院での総会を のお尋ねでございましたけれども、でこれはですね、前日だったと思いますが、幹事長から参議院総会に出てほしいというご要請があって、冒頭ご挨拶という最初の予定でありました。で実際行ってみて、少なくとも30分はいられるだろうということで、参議院の執行部のご了解をいただいて30分いる形になりました。でその後の予定というのは、今ご指摘のような有志の皆さんとお会いする予定も入っていましたけれども、その前にいろいろ電話しなければいけないのもありました。これは
参議院軽視ではなくて、参議院執行部のご要請とご了解をいただいての日程通りであったということで、別に大意はございません。ただ、ご指摘があったとおりですね、複数の方が原発の問題をお話しされました。船山さんもそうです。他の方からも、皆さんもお話しがおりましたけれども、原発の問題に問題意識を持ってらっしゃる方との意見交換とか面会の場が少なかったというかなかったということについては、今すごく反省をしています。これから皆さんとしっかりと意見交換をする場というのはしっかり設けていきたいと思いますが、先ほどの日程に別に大意はございませんということは、これもご理解をいただきたいと思います。それから、梶原さんのマニフェストの看板を忘れたのかと、これは違います。今日の予算委員会でも、連日の復興特の委員会でも、自分たちのマニフェストの掲げてあるものはしっかりと棚上げしているわけではないし、そのための舞台としてこれからの3党での協議の場であるとか国民会議でやっていくんだというお話はしております。これは何度でも口酸っぱく、これからも参議院の審議でも答えていきたいと考えております。それから谷岡さんから連立ありきというお話でありましたが、これはそう簡単というかですね、たまたま一体核であるとか他の分野であるとか復興等々ではありました。でも特例公債とか含めて、あるいは一票の格差、政治改革、政治定数削減求め含めても、全く異なる状況で苦労しているものいっぱいあります。折り合えるものは探しますけれども、それはそれぞれの固有の政策があって、そう簡単ではないというのが私の実感であります。それから田代さんから、議論この三党合意の中身、議論すれば変わるのかというお話がございました。これは高等間でギリギリの合意をしたものですから、最初から何を変えると最終性を前提にして考えたら、これはいけないと思います。ただし衆議院と参議院でハウスが変わった審議の中で、より国民のためにいいアイデアとか制度が出てくる、あるいは少数会派からご意見が出てきて、これは取り入れた方がいいなと思うことはもちろんこれはあり得るということでございます。それから集団的自衛権の関連でも複数の方からお話がございましたけれども、これは国家戦略会議の中のフロンティア分科会という会の中の4つの部会がありますが、その一つの部会の有識者たちがその責任のもとでまとめた提言であって、政府が今この方針でいくということではございません。そこはかなり誤解を生んだのではないかと思いますし、原発の問題も含めて、あるいはこうした安全保障に関わる問題も当然のことながら、党内の丁寧な議論ということをこれからも踏まえながら対応していかなければいけないと考えております。あとは、ビジョンに関わるお話がございました。これは社会保障のことはですね、もう厚生労働委員会でよくご専門ですし、きちっとやっぱり説明し抜くことだと思うんですね。それから原発についても今3つの選択肢のに踏まえての国民的な議論を踏まえて、政府としての方向性を出していきますが、バックエンドの問題を含めて包括的に原子力政策どうするかという議論、党内での議論も大いに深めながら、それを踏まえての我々のビジョンとしていきたいと考えております。はい、ありがとうございました。1時間今日経ちまして、今日は大変、幅広い多くの意見が出たと思っております。今日のこの議論を踏まえて、冒頭幹事長からもございましたように、新しい民主党として改めて皆さんと結束してこれから進んでまいりたい、このことを確認させていただきまして、本日の両院議員総会終了させていただきたいと思います。どうもご協力ありがとうございました。